はい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 、ついに来ましたよ、シーズン4! シーズン4が来ました。はい、どうも。ちょっと待って、その前にバトルパス見るか。 4! なんだこいつ、何のガラスさん、めっちゃムキムキやん。足細くね、足細すぎんだろ、腕ぶっといくせに。一回バトルパス見るか。何これ、ああそういうやつか、いいね。でも俺バトルパスまだ買えないからさ、乗馬を誓って、それで金がないんだよ。オーマイガー、フォー、なんだこいつ、ちょ著作権かかりそうで怖い。ピーナッツ、なんだろう、ちょっとわかんない。これコロハ食べてんのかな。あ、こいつ、七五郎さん。よー、そこの君って言ってるよ、多分。まあ、どうでもいいんですけど。あとは、まあ、なんだこれ。これ、シーズン8もあったよね、こういう感じのやつ。まあ、いいや。なんだお前、なんだっけ、ウィル・スミス、あ違う違う、カビラメか。ウィル・スミスは違えだ、全然違えよ、誰がウィル・スミスよ。ああ、あとボーナス報酬も、何これ、著作権かかりそうで怖い。はい、というわけでやっていきましょう。どうも、シーズン4の友、ケンギー本人です。本物です。というわけで今回は、シーズン4 初プレイです。はい、トレーラー流れてなかったかもしれないけど、一回ちょこっと間違えて冷やしてて、で、それで流れてないわけです。はい、やっていきましょうよ。ちょっと変えとくか、ここら辺。適当に。書いておきます。で、呪術廻戦はもう終わったので、続に拳、もちろん俺らは抵抗するぜ。背中どうしよう。ああ、ちょっと金の入った箱になったけど、え、声入ってるよね、入ってるね、よし。いや、ソロでやんないとさ、ちょっとスクワットとかだと声入る可能性あるんだよね。多分次スクワットでやると思うけど、もうちょっと言ってることが矛盾してるんだけど、まあまあやっていきます。はい、お願いします。で、総集編が全然伸びてないんですね。28回とか終わってるだろ、チャンネルとして終わってる、もはや。お願いだよ、伸びてくれ、本当に。ちょっと、昨日オーバーウォッチもね、アプリ入ってたからね、久しぶりにエペやってたんですよね。で、そしたら、エペの、仲間二人が、なんか、ちょっとよくわかんない人で、なんか、起こしてくれなかったんですよね。ちょ、さすがにあれはひどすぎました。レブラント使ってるからって、なんか、わからなかったんですよ。ちょっとひどくない？なーにこれ？え、ここ行こう、ここ行こう。なにこの、ビーチリゾート？リゾートビーチ？あ、どっちの？わかんねえ。あれだね。星みたいだね。星、やめとこう。ちょっと有名リゾートビーチみたい。わかる人いるかな？ちょっと俺行ったことないけど。友達が行ったことあってさ、なんかすげえ、サービスが整ってるらしい。で、ここも敵というサービスが整ってるらしいです。はい。どうも、お願いします。へえ、いいじゃん。てか、これ観光に近いんじゃん、もはや。あ、これ戻ってきたんだ。さっさと侵入しようぜ。チャレンサーピストル、懐かしいね。なにこれ、なにこれ、なんだこれ、え、頭悪いだろ頭悪いいや、たまに俺もこういう時あるけど、隠す気ないだろ、ここまで来ると。オッケー、
あー、94位。ザコかったみたい。残念。ちょっともうちょっと見てみよう。あ、そう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 。イタトリも、イタトリっていうか、ユージも、手に入れました。はい。で、何があんの今シーズン。ちょっと一回、クエスト見よう。よくわかんないな。何これ、サバイバーメダル。よくわかんない。これなんかサバイバーバッジってやつ手に入れてなんかあるの？まあいいよ。うん。ちょっとさすがにソロあれだけで終わって、それで次、スクワットとか行っちゃうと、多分こんがらがるので、てか、俺がこんがらがってるので、もう一回やります。さすがに、さすがにね、さすがにね、うん。だって、6分でまだ。やばいよ、なんか開始1分ぐらいでやる。開始1分だよ。早すぎだろ、いくらなんでも。ああ、いや、久しぶり、その BGM。いや、懐いな。なんだこれ。何それ。コンバットサブ、ああ、これ前のか。エンポ待ってんな。てか、もうエンペやってるだけでも、エンポ待ってたからね。おばあちゃんやりすぎて。ああ、じゃあ次こっち行こうぜ。違う。こっちだよ。ここだよ。動画のサムネってね、視聴回数にかかってくるから、やっぱサムネをどうぶっ壊すかだよね。うん。ここもなんかさっきと似たような感じの、あれだね。場所だね。今度はちょっとすぐやられないようにしないと。で、フラグじゃないよ。フラグじゃないよ。さすがに。何人 ?5 人ぐらい。下もいたわ。あんま変なとこ降りても困るから。え、何このピーキーみたいなやつ。ピーキーやん。ピースキープ？いや、久しぶり。おいおい、プレッシャーントークどこ行った？あ、違う。ディスラプターでしょ、スパ。誰かわかんない。なんでこのやつだ。びっくりした。もうこれ潜入とかじゃないだろ。これスパイじゃなくて、ただただ、テロ組織やん。どこにいるか分かんないからな。困ったな。はっ、いや、おかしいだろ。おいちょ、さすがにスクワットでやります。え、何あれ。え、こんなゲームだっけ。え、今頭入れてるね。嘘。カドマチショットガンで勝てないってなんなん？そんなゲームだった？いや、そんなゲームじゃない気がするんだけど。ちょっとひどいな、さすがに。エモートを変えるか。え、そんなにしても意味ないか。スキン変える？久しぶりに。スキン変えてもな。このままか。何今の。なんだこいつ。ザコソコ。なんかイカゲームのあいつらみたい。あ、またソロだよ、ちょっと。これ全然気づいてなかった。なんだろうね、なんか最近バトルは全然やってなかったせいかさ、なんかあんま勝てないんだよね。でもバトルは負けるときすぐだから、まあいいけど。いや、1対1っていうか、なんだ？チーム戦っていうか、まあそういうゲームだとさ、ネチネチやんなきゃいけないからさ、そう、負けそうな時、すぐ負けられなくてだるいんだけど、バトルはそういうとこいいよね。あ、これはそのままか。相変わらずしないな。次ここ行くか。
エクリプスエステート。エクリプスってどういう意味だっけな、忘れたけど。なんか霧が発生してんだね。なんでだろう、わかんないけど。エクリプスって、あれ下で消えたの、かわいそうに。シタデルってなんだっけ、まあいいや。エクリプスってなんて意味だっけな、ちょっとあんま覚えてねえや。で、今シーズンあれ、またチャプター2シーズン2みたいなシーズンっぽいけど、でもなんかちょっと違うよね。ヘリだ、ヘリとかさ、新しい乗り物出てないじゃん。まあなんかあの最初の方になんかよくわかんないやつあったけど、ヘリ出てないじゃん。まあ今回ホテルがテーマなわけはなくて、多分まあスパイとか強盗とか多分そういうシーズンなんだけど、まあ、ホテルがシーズンなわけないじゃん。なんでホテルな、敵まあまあいんな、また来すぎなんだって。敵となるべく接したくないから。敵いすぎなんだよね、いすぎっていうかさ、なんか強いよね。は？何お前？なんでこのさ、いやあれ何？よく分からんけど。でさっさと脱出しようぜ。あ、これマーク違うやつにもバレるんだ。あー気をつけないとな。金庫とかあんじゃないの？多分。前シーズン、前シーズンっていうか、あの時はカードキーだったからさ。あ、ロケットの弾戻ってきてんの。やばいやばいやばい、早く早く。こういうハラハラ感がまあ逆にいいってのはあるけど。怖い。それより。うるさい、うるさい。何これ。ビジネスタレント。ちょ、置いてみよう。頑張ってくれ。やばくね？タレじいじゃん。トルビオンやん。完全に。え、これさ、タレットポジとか出てくるよ。多分。拾うってのもできるの。あ、タレット変えれるんだね、じゃあ場所。めっちゃいいじゃん。どういうタレットなのかな。バロラントみたいな、ちょこちょこって攻撃するタイプなのか。それとも本当にタレシーみたいにぴょん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 やってくれるのか。どっちかわかんないんだよ。タレットだから、攻めには向いてないんだよね。あんまりなんだよね、どっちかといえば。何あれ？いや、久しぶりにあれ見てよ。いらないタレット。天井壊せば壊れるタレットね。久しぶりに見たな、あれ。マジで？いるな。後ろ。下か。待って待って待って、シーフォー帰ってきてるって。最高じゃん。今シーズン最高じゃん。なんだお前。なに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 。怖いって。四方。ああ。でもちょっと違うのか。ちょいとこっときます。いいね。この機能。懐かしい。コルボー。あんま言うと、言われるからあれだけど。あ、一つまでしか置けないのか。え？なくなっちゃうの？マジか。
で、死後形変わったよね、なんか。昔違ったよね。よりわかりやすくなったっていうか。ねえ、なんかそんな感じしない？俺だけ？お、オンザゴーバック。色に関する商品。ああ、いいじゃん。いいよ。君みたいなの好きだわ。スコープ付きバーストサブマシンガン。ああ、あれか。プララみたいな感じか。プララみたいな感じかって。で、これ下何があんの？なんか今鳴ってるけど。ちょっとこれ使うか。あ、いや、どうしよう。ショットガン消そう。下だな、多分。下に誰かいる。じゃ、ちょっと、行きますか、下。そこか。やば、これ一発で壊せんの。下だな、確実に。これ何？そうだ、タレットそんなやり方あったの？何だおめ、あそこにいるのは知っている。バカだろこの攻め方。やばい、嫌な予感がする。当たんない。よしと、まあ、とりあえず一人倒せました。おいおい、早くしないとアンチ来るぞ。これ持ってきたいな、面白いから。どこまで続いてんのこれ。ねえ、あ、これ戻ってたんだ。今回いいかな。うん、どうしよう。 C4 置いてっか。これどうすん、壊せないのか、残念。早く戻んなきゃって時にやっぱこれが役立つというわけよ。え、何あれ、何あれ、何あれ、どうしよう。何これ、やばいやばいやばい、早く早く。マジ仕様がよく分かってないんだよ。もう移動の仕方がバカ、もはや。いや、どうすんの。え、なになに、マジ、え、どう動かすの。あ、空中に飛んでから地面に激突しないといけないのか。あ、だからさっき今水中だったからあれなんか。ってか、なんか自爆して気のせい。なんだあのさん、話しかけてみるか。え、雇えない、残念。これ何、ゾーンのスコープ付きバーストサブマシンガン。ゾーンって誰、これまだあんのかよ。これレアってのおかしいだろ。これレジェンドがエピックらへんだろ普通。ね、ショックウェブでしたらエピックライン。あ、くそ、ミスった。アンチがね、だいぶ外れてんね、多分。ファーストショットガン。いいんじゃない？あ、もう一つ余ったよ。あ、ロールできないのか。ライトフィンガー。あ、あんま離れてないか。まあ、とりあえず行こうぜ。
これほんとバカだと思う。なんか、あの、海外のアニメでありそう。こういうの。と、あとあの、フューチュラマって、アニメちょっと見てみた。あれ、クラッシュパッド12だじゃん。いいね。でも、どれ抱えなきゃいけないのか。どれも新鮮だからな。ちょっと今度使うか。あー、今度使わせまいとなんか来たよ。来たよ、どうしよう。来たよ。やばい。全部使いたいんだよな、今回は。これさ、クラッシュパッドジュニアとさ、この、キャン、タヌ、大砲さ、これ合わせたら強いんじゃね？持ってくろ。ミンポ持っとくかじゃん。ねえ、こう、私は大砲よって感じでしょ？もう、私が大砲になるんでしょ？だって。ねえ、自らが大砲でしょ？自らが大砲っていうか、私は大砲よ。もうすぐスコープを使わないって。もうす、ちょっとやってみるわ。もうすぐスコープを使わないって。私は大砲よ。でもマジふざけて。このゲームもすごいね。ほんと、ユニーク。ユニークっていうか、発想の展開力はもはやおかしい。いろいろと。じゃあ行きますか？行きますか？どう行こう？ちょっと待って、今、作戦を練ってる。あそこに一人敵がいいんだよね。突撃しかねえだろ！行けますか？あ、クラッシュパッドジュニアだからちっちゃいんだね。で昔大きでかかったもんな。懐かしいな、あの頃。バカでかかったからね、あの時。で、映像出せるかどうかわからんけど。これ爆発のやつさ、近距離だった方が強くね？いや、もう。こういうのはまだ残ってんの。ああ、これ軌道が見えんのか。今敵どこ行った？ちょっと俺も突然席で何やってるか分かんなくなっちゃう。どうしよう。ん？どうしよう。あと19人なんだよね。真ん中行ってるよ、いいかな。あ、これはまだ、続投なんだ。どうしよう。いや、ほんとに。クラッシュパッドジュニアはなんか、ちっちゃいだけなのか。いや、まあ、だけとはいえ、ちっちゃいの結構きついんだよな。まあ、でも、最大ストック数多分6でしょ、これ。前みたいに。前のやつも6だったんだよね。あの時段ボールあったからあれで無限階段とか言ってたけど。懐かしいな。クラッシュパッド小さくなったから、着地するとき一応、見てないと、怖えな。今いた？気のせいか。ビジネスタロット。守るよ。完全に守るよ、これは。これ攻めで使ってる人いないでしょ、さすがに。きついよ、攻めで使うのは。うん、ごめん、例えが出てこないからわかんねえけど。俺、タレジーあんま使わないし。どうしよう。あ、これさ、車の上に置けんの？置けたら強いよ。バカ強い。あ、置けねえよ。あ、無効な場所、タレット、設置不可って出てた。じゃ、一回置いとくか。念のため。これあれかな？後ろには、あ、後ろも行けんだ。へぇ。ちょ、真ん中の方行くか。暇なし。あれ、何？あれ。街の方。ちょ、行こう行こう。タレット範囲外。あ、ちょっとあれなんだ。範囲があるんだ。あれだね。なんか。ごめん。例えばマジ出てるわね。
キーレジョイはどうだったっけな。いやでもタレント範囲とかなかったはずだけど、あいつは。いやチェンバーは確かある、ランデブが、あとあいつも、あの前逃げろ、バカだろマジで。もう これ面白いわ、好きだわこういうやつ。何あれ、え待って、ドラムが戻ってきてんの、懐かしい。建築あんまできないんだよ今。いや、やりにくい、どこでやってんだよ、動きにくい、あぶれ、あ誰か倒した、あ持ちプロやってんな、ちょっと取りに行くか、暇だし、誰かいる、あと7秒、いける、じゃあねー、いや面白いなこのゲーム、ほんと落下台あんのないでしょさすがに、いいねこの武器、いいわマジで、ヒット&ランがすごくやりやすい。でもこれあれか、行きだと攻めに使っちゃうとあれか、帰れないか、30秒ぐらい待たないといけないし、それがまあ確かに弱点ではある。それを克服すればまあなんとかなるっていうのはある。なんか偉そうに似てますけどね。うん。まだいいのか。あ、柵もあんじゃん。ナイス。ナイス。まあ、あっち行こうぜ。誰かいる？なんか。いないか。ビクロイ取りてえな。でもこんなふざけた構成で取れんの？これ考えた人ってマジで天才だと思う。ねえ。天才でしょ？ねえ、どうしよう。敵いる？敵だ。なんで？そこじゃないんだよ。近距離ちょっとやりづらいな。オッケー。近距離は使いづらいことが分かった。もう確かにね、飛んでっちゃう武器だからな。何これ。ちょっとよく分かんないよ。あと10人いた。え、むずいだろ。無よすぎだろ。やばいやばいやばい。リンチすんなって。やば。おかしいだろお前。体力系もうないんだけど、あじゃあ OK。 でも今さ、あっちに敵いたんだよね、どうしよう、状況としてはかなり不利なんだよ、あっち行かなきゃいけないのか、さっきのあいつがどっから来るかなんだよな、問題は。どこ行った？これ二つ持てんだよ、そういえば。さすがに持てねえか。いや、今威嚇射撃だよ、ただの。
え、あんな削れたっけ、おかしくね、やばいね、体力はもうあんまない、あっちに敵いるし、やばいやばいやばい、久しぶりのハラハラだ。は？え、え、なんで？なんで今食らった？痛い痛い痛い。頭悪いマジ。下見られたら終わりじゃん。早く早く。行こう。もう回復がない、排水の陣、排水の陣、剣技優勝できるのか、ちょっと待って、本当にお願いだ、逃げるんだ、回復がもうあとデカポしかない今、やばいやばいやばい、焦りすぎだろ、やばいな。これで、デカポン使っちゃうから、もうまただよ。また排水の陣だよ。どうしよう。あそこにいいんだよね。橋のところ行くか。でも、レンガにしてもあんま意味ないと思うんだよな。鉄棒全部使っちゃったし。よっしゃ！なんだこいつ。頭あれ、オーマイガー、あ、マイラス戻ってんの、マジか、ちょっと今度やりたいな、うん、ちょっと時間の関係上ちょっとこれで終わりです、はい、すいません、じゃあまた今度、あ、エンディング撮っとくか、あ、あったあった。あ、はいはい。バトルパス。それでは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。また。